4月9日東京小金井にある都営団地から3億円強奪の犯行に使われた手配中の車をセールスマンが発見通報。車は事件後4ヶ月間シートをかぶったまま、土地の事情に詳しくないと思いつかない団地の無料駐車場に置かれていました。後部座席にあった3個のデュラルミン製のトランクの中身は空っぽ。しかしこの車の発見で捜査活動の範囲は大幅に狭められてきたようです。